こんにちは、カルミアです。 FF14 をテーマにしたドラマが放映され、エオルゼアにも新規冒険者の方々が増えていると聞きます。今回はこれから FF14 を始める人のために、ダンジョンでの立ち回りや進行について、初心者の方が敬遠しやすいタンクの視点から解説を行っていきたいと思います。今回攻略を行うダンジョンは、冒険者がレベル15で最初に挑むことになる天然妖怪サスタシャです。 FF14 を初めて触る方は、タンクの立ち回りに不安を覚える方が多いようです。ただ最初に述べておくと、サスタシャのような低レベルダンジョンでは、アタッカーの火力などのバランスから、経験者でもタゲ取りは難しい方だと思います。ターゲットが多少暴れても、慌てない心構えがタンクにとって最も寛容であると言えるでしょう。さらに今回撮影にご協力いただいた3名の方には、あらかじめ好き勝手に敵を殴ってくださいと断ってあります。タゲ取りにカルミアが慌てふためく様子を眺めながら、経験者でもこんな感じなんだと安心してダンジョンへ気軽に挑むきっかけになれば幸いです。さて、4人パーティーのダンジョンでは、ご覧の通りタンクが敵の攻撃を受け止め、ヒーラーが HP を回復している間に2人のアタッカーが敵を殲滅するのが一般的です。基本的にタンクが先導し、レベル15で習得するシールドロブなどの遠隔攻撃スキルで敵を釣るのが原則です。タンクが最初に敵を攻撃する理由には、ファーストタッチと呼ばれる MMO 独自のシステムが関係しています。ダンジョン内の敵は基本的に2体から3体のグループで固まっているため、1体の敵を攻撃すると他の敵がリンクして襲ってきます。このリンクした敵にはまだダメージが通っていないため、ヘイトと呼ばれる敵耐心は未蓄積の状態ですが、その矛先はファーストタッチを行ったプレイヤーへ向く仕様になっています。このため、特別な場合を除いて敵を釣る役目はタンクが追う役割であり、 DPS が先行して敵を釣る行為が非常に危険であり、周囲に負担をかけることがわかります。また、敵を釣った後の敵対行動として非常に有効なのが、フラッシュをはじめとした範囲的視野アップのアクションです。基本的に敵の数もしくは敵の数プラス1のフラッシュを焚くことで、 DPS の攻撃対象が分散したとしても、そう簡単にタゲが外れることはありません。また、味方の攻撃対象を統一する手段として、攻撃してほしい敵へのマーキングも非常に有効です。左にマーキングに用いるマクロの例を紹介します。また、 DPS 側もあらかじめタンクの指定したモンスターを素早くタゲれるよう、アシストに適したマクロを準備しておくことで、パーティーの連携がよりスムーズになることでしょう。また、敵の名前の横に表示された赤いマークは、パーティーメンバーの中で自らのヘイトがトップであることを示しています。この赤いマークの色と形状が変化することで、他のメンバーにタゲを奪われていることを確認できるほか、パーティーリストのジョグマーク直下のインジケータでも、パーティーメンバーとの相対的なヘイト差を知ることができます。これらの情報をもとにして、的確な配分で敵視を獲得していくことがタンクに求められる役割と言えるでしょう。ちなみに、スムーズな進行を図るのであれば、戦闘の終わり際にミニマップで進行方向を確認する癖をつけておくことも大事です。また、このように弱そうな雑魚敵が大量にポップする場面では、雑魚はフラッシュなどの範囲的視アクションでかき集めた後は無視してしまい、 HP の高そうな敵に狙いを絞って敵視コンボを入れていくと良いでしょう。敵視コンボとは、タンクに備わっているコンボルートの一つで、特定のアクションを連続でつなげていくことで獲得できる敵視にボーナスが発生するコンボのことです。単体の敵に対して獲得できる敵視が非常に高く、敵の HP を削りながら敵視を稼げるのが最大のメリットです。フラッシュである程度タゲを安定させた後は、積極的に使用していくように心がけましょう。また、 FF14 では敵を正面に捉えることで、受け流しや盾によるブロックなどの防御アクションが稀に発動し、敵から受けるダメージを軽減することが可能です。なるべく敵を正面に捉えながら戦闘するのが理想ですが、一方であまり立ち位置にこだわりすぎて敵をフラフラと動かしてしまうと、味方が攻撃を入れにくくなってしまう恐れがあります。
開幕である程度敵の位置を定めたら、なるべく動かさずに戦闘する方がいいかもしれません。パーティーで戦闘を行う上で大事なのは、自らのパフォーマンスを最大限生かすことよりも、味方の動きに対してお互い呼吸を合わせていくことでしょう。また周囲の複数の雑魚の HP が一気に減っているのは、一定範囲内の敵をまとめて焼き払うアクションを味方が使用しているためです。この範囲攻撃に合わせたタゲ取りにはフラッシュが非常に有効であることも覚えておきましょう。また複数の敵を順番に倒していく場合は、敵の HP が残り少なくなった時点でタンクは先にターゲットを次の敵に移しておくのがポイントです。こうすることで敵地をあらかじめ稼いでおくことができるほか、味方も次にどの敵を狙えばいいのか分かりやすく、パーティー全体のターゲットをコントロールすることができます。またフラッシュを乱発していると MP の自然回復が追いつかなくなるケースが発生します。ナイトの場合はライオットソードに MP 回復効果が付属しているので、敵地に余裕がある場合はこのライオットソードを合間に挟んで MP の回復を図るのもスムーズに進行を進めるコツです。敵の釣り方としてはシールドロブなどの遠隔攻撃が基本ですが、シールドロブとフラッシュはグローバルクールダウンと呼ばれるアクションのリキャストを共有しているため、最初にシールドロブを放ってしまうとフラッシュを使用できるまでに若干の時間差が発生してしまいます。敵の数が多く密集している場面では体ごと敵の群れに突っ込み、そのまま直にフラッシュをたくぶいのも有効です。さて、地面が紫に光っている境界はボス登場のサインです。 FF14 のダンジョンでは中ボスに相当する敵が道中に複数登場します。ほとんどのボスは単体で登場することが多いため、道中のモンスターとは違った戦い方をしなければなりません。開幕から味方の DPS が本気を出すことを想定して、敵士コンボを中心に高い敵士を獲得し続けるのがポイントです。また通常の敵よりも HP が高く、戦闘の長期化が予想されます。ヒーラーが稼ぐヒールヘイトも蓄積されやすくなる点には注意が必要です。基本的に敵士コンボを維持している限り、そうそうタゲが剥がれることはないと思われますが、これを機会にパーティーリストのヘイトゲージを確認する習慣をつけるようにしましょう。中ボスを倒した後には宝箱が出現します。欲しいアイテムが出現した場合はぜひともロットすべきですが、自分に必要ないアイテムが出た場合でも他のメンバーが今すぐ装備したい可能性があるので、ロットやパスの処理は速やかに行うと喜ばれるでしょう。ダンジョンの進行は基本的にここまでお話しした流れを繰り返すことになりますが、自身の攻撃力や防御力を高めるアビリティを使うタイミングについても触れておきましょう。一般に剣術師のファイトオアフライトやランパートはリキャストが90秒と短く回転のいいアビリティです。これらのアビリティは道中のモンスターを相手にリキャストが戻るたびにどんどん使って差し支えありません。ただしアビリティの効果時間を十分活用するために、使用するタイミングを戦闘開始に合わせるのが有効です。また各アビリティにもわずかながら敵対心が設定されているため、戦闘開始直後にアビリティを使用することで周囲の敵に対する敵対心を上昇させる効果も望めます。まさに一石二鳥と言えるでしょう。中ボスが仲間を引き連れている場合はセオリーとしてボス以外の敵を先に倒すのが一般的です。ただし戦闘開始から時間が経過するほどヒーラーに蓄積するヒールヘイトが高まっていくため、中ボス本体のヘイトにも常に気を配らなければなりません。また複数の敵の敵対心を稼ぐテクニックとして、コンボルートを複数の敵に分散させていく手段も有効です。例えばコンボ初段のファストブレードを片方の敵に打った後にターゲットを変更してヘイトボーナスのある2段目のサベッジブレードをもう片方の敵に放つことで、敵視やダメージを無駄なく敵に分散させることができます。ターゲットの切り替えについてはマウス、パッドそれぞれに敵を順番にターゲットしていく設定が用意されているので、ターゲット変更をスムーズに行えるよう慣れておきましょう。また敵を固定する位置にも注意が必要な場合があります。敵の中には遠隔攻撃を主体とするタイプが存在し、
それらの敵は基本的に射程ギリギリの位置から動こうとしません。敵を一箇所に固めるために、これら遠隔攻撃タイプの敵を発見した場合は、遠隔攻撃タイプを先に倒すか、その周囲に敵を集めるように位置を固定するのがポイントです。これら遠隔タイプをうっかり見落として敵士を取り損ねると、ヒールヘイトの蓄積によって、ヒーラーが狙われることが多いです。ヒーラーが戦闘不能になると、パーティーが壊滅する恐れがあるため、味方の HP が不自然に減少している場合は、タゲを取り切れていない敵がいないか、まず原因を探るようにしましょう。また、入り組んだ地形で戦う際は、敵がうまくターゲットできなくなることがあるため、注意が必要です。自らのキャラクターから死角になっている敵に、ターゲット移動を行うことは基本的にできません。地形によっては、必要に応じて、立ち位置を変化させていく柔軟性も必要となるでしょう。先ほど、遠隔攻撃タイプの対処について説明を行いましたが、ボス敵が引き連れている眷属を除いて、敵を倒す順番には、特に大きな違いはありません。基本的には、タンクが好みで倒す順番を示唆して平気ですが、シールドロブ自体に、高いヘイト値が設定されているため、最初にシールドロブを当てた敵から倒すのが定石です。ただし、強力な技を所持している一部のモンスターは、最優先で倒すことが求められる場合もあります。ここまでの動画で、すでにお気づきになられた方もいるかもしれませんが、基本的に、味方 DPS は、敵の背後から攻撃を行うのが定石です。このため、タンクが敵の向きを意識するのであれば、味方メンバーに敵が背を向ける形で固定するのが一般的です。もちろん、ここまでお話ししたタゲの集め方や、こうした敵の向きなどは、必ずこうしなければならない、といった内容ではありません。暗黙の了解やルールの押し付けは、MMORPG として、遊びの幅を狭めてしまうことではありますが、FF14 は、戦闘中のチャットが難しい部類に入るため、プレイヤー全員が、ある程度セオリーを理解し、共有することで、ダンジョンの進行を、スムーズにしている背景があります。また、他のプレイヤーと無用なトラブルを避ける上でも、ある程度の共通認識は必要と言えるでしょう。そうこうしているうちに、すでに、ダンジョンの半分以上が経過しています。FF14 のダンジョンは、その進行の具合によっても変わりますが、およそ15分から20分程度で攻略が完了するように調整されています。コンテンツファインダーでのマッチングのしやすさもあって、短い時間でもカジュアルに楽しめるゲームに仕上がっていると言えるでしょう。ちなみに、マッチングまでにかかる時間は、タンクが最も短く、DPS が最も長いと言われています。少ない時間でサクサクレベルを上げていくのならば、タンクを育てることを強くお勧めします。リミットブレイクゲージについても触れておかなければなりません。このリミットブレイクはゲージが溜まることで発動できる必殺技です。FF14 ではパーティー全員でこのリミットブレイクゲージを共有し、戦闘を重ねることで少しずつゲージが蓄積されていきます。リミットブレイクの効果はゲージを使用したロールによって異なり、DPS 職の場合は敵に大ダメージを与える大技が発動します。キャスターやレンジがリミットブレイクを発動した場合は、このように範囲攻撃を行うことができるため、使いどころを見極めることで非常に有用なアクションとなります。また、タンクであれば、一定時間、パーティーが受けるダメージを大幅に減少する効果が発動し、ヒーラーの場合は、味方の HP や状態異常を回復する効果があります。そして、パーティーメンバーの数が増えることで、リミットブレイクは、レベル1からレベル3まで、段階的に効果が増強される仕様になっており、レベル3のヒーラーリミットブレイクには、味方の蘇生効果がつくなど、非常に強力な効果が期待できるものばかりです。さて、ここまではダンジョンを、機械的に攻略する手段について、説明をさせていただきましたが、MMORPG である、FF14 ならではの楽しみ方も存在します。例えば先ほど、FF14 は、戦闘中にチャットする余裕がないと説明しましたが、FF14 には、あらかじめ設定したセリフを、マクロとして表示する機能があります。このマクロを利用して、特定の技を発動する際に、かっこいいセリフや、面白さを狙ったセリフを、チャットウィンドウに表示することも可能です。これらは、パーティーを和ませるネタマクロと呼ばれ、
FF14 ではこのネタマクロに日々命を懸ける職人プレイヤーが虎視眈々と他のプレイヤーが吹き出すのを狙ってきます。飲み物を口に含んでいる際は油断しないようにしましょう。また FF14 にはロードストーンと呼ばれる公式が運営するキャラクターデータベースが存在し、気に入ったキャラクターを名前で検索することで該当プレイヤーの自己紹介ページを閲覧することができます。昨今ではプロフィールに SNS の URL を記載している場合も多く、パーティーを共にしたことをきっかけに交流を図ることも可能です。またダンジョンの攻略が終了した後には MIP と呼ばれる気に入ったプレイヤーへの投票を行うことができます。道中お世話になったり素敵なプレイヤーだと思ったらぜひ投票していくようにしましょう。さてコンテンツ目標を一通り完了すると、いよいよボス戦へ突入です。ダンジョンの最後に出てくるボスはいずれも専用のウェポンスキルやギミックでプレイヤーの行く手を阻む強敵ばかりです。初見では一度くらいは全滅してしまうこともあるかもしれません。本当はこのままボスの攻略方法も解説したいところですが、ぜひ皆さん自身の力で突破していただきたいと思い割愛いたします。ただし基本的なボス戦の考え方としては、ボスが仲間を召喚した場合はボスよりも周囲の敵を先に倒すこと、また操作可能なギミックが出現した場合はギミックの処理を優先するなどの臨機応変な対応が求められます。またボス戦が始まるとバトルフィールドが封鎖され、ボスを倒すか全滅するまで解除されません。ヒーラーやタンクが戦闘不能になると全滅のリスクが非常に高くなるため、基本的にこの2つのロールは生存し続けることが役目となります。一方でボスが呼び出す眷属の殲滅やギミック処理などは DPS が担う場面も多く、火力やギミックへの理解度が重要となるでしょう。簡単でしたが、さすた者を例にして FF14 のダンジョンでの基本的な立ち回りを紹介してみました。 FF14 はよく予習ゲーと揶揄されることがあります。確かに一部事前に情報を仕入れることで有利になるコンテンツがあることは否定しませんけれど、レベリングダンジョンに限ってはたとえ初見でもパーティーが力を合わせることで必ず攻略できる難易度に調整されています。気軽に遊べるカジュアルさと歯ごたえのある攻略、 FF14 のダンジョンはそれらのバランスが非常によく作り込まれていると言えるでしょう。初めて行くダンジョンはドキドキするものです。うまく立ち回れるか不安になることもあると思います。だけど安心してください。初めてのパーティープレイでは大体の冒険者が何らかの失敗をしています。たとえ失敗してもパーティーメンバーが支えてくれます。そして次はあなたが支えてあげる側になってください。この世界ではどんな困難も仲間と共に乗り越える存在を冒険者と呼ぶのですから、